みなさんこんにちは今日は日本に旅行に来た外国の人がびっくりすることについてお話ししたいと思います日本は世界中から多くの人が旅行に来る人気の国ですでも はじめて日本に来た人は日本の文化や習慣に驚くことがたくさんあるみたいですまず日本に来て一番最初にびっくりするのは町がとてもきれいなことです道やビルがピカピカに光っていてゴミが一つも落ちていません 公園や駅のトイレでさえきれいに掃除されているところが多いです実は日本の人は小さいときからきれい好きという言葉をよく聞いて育ちます学校でもみんなで教室をきれいにする時間があるんです。 だから大人になっても街をきれいにしようと思っているんですね日本の人はきれいな街を守ることをとても大切にしているんですだから道にゴミを捨てる人はほとんどいません外国から来た人は 日本の街のきれいさにとてもびっくりするんですまるで絵本の中の世界に来たみたいだという人もいるそうですよ次に驚くのは日本の人がとても親切で礼儀正しいことです初めて日本に来た外国の人は 道に迷ってしまうことはよくあるそうですそんなときりかかった日本の人が親切に道を教えてくれるんだそうですお店に入ると店の人が笑顔で挨拶してくれます「いらっしゃいませありがとうございました」。 という言葉が印象的だと言いますこれは日本の「おもてなしの心という考え方から来ているんです相手のことを思いやり相手に喜んでもらうことをとても大切にする文化があるんですね 困っている人がいたら自然に助けようとするのは日本の人の良いところですね知らない外国の人でも優しく接してくれるんですその親切さに心をおたれる人が多いそうですよ3つ目は 日本の電車やバスの時間がぴったり正確だということに驚くそうです。日本の電車は時刻表通りにちゃんと来ます。道が混んでいるとバスが遅れることはありますが、電車はほとんど遅れません。この正確さは、 世界でもトップクラスだと言われています。電車が遅れると、アナウンスでたくさん謝ります。まるで、遅れることが悪いことみたいな雰囲気があります。私はそんなに謝らないでもいいのではないか、と時々思ってしまいます。 でもこれは日本の人が時間をとても大切にしているからだと言われています約束の時間には絶対に遅れないように気をつけますしこの時間を守ることを大切にする考え方が電車やバスの正確さにもつながっているんですね。 世界には時間にルーズな国もたくさんあると聞きます30分や1時間の遅れは当たり前でみんな気にしないこともあるそうですこの時間の考え方の違いに外国の人はびっくりするそうですそして 日本の電車やバスの素晴らしさを実感するそうですよ。四つ目は、日本の自動販売機がユニークだということにも驚くそうです。日本には自動販売機がたくさんあります。飲み物だけでなく、お菓子やカップラーメン、 傘まで買えるんですしかも暖かいものと冷たいものが選べる自動販売機もあるんですよ寒い日には暖かい飲み物が買えるのは嬉しいですよねコーヒー紅茶スープコカ・コーラ日本茶 オレンジジュースなどいろいろな飲み物が自動販売機で売られています子どもから大人までみんな自動販売機で飲み物を買いますそしてほとんどの自動販売機が24時間使えるのでいつでも好きなものが買えるんです。 この便利さには、外国の人もびっくりするみたいですね。自動販売機は世界中にもあります。でも、日本ほどたくさんの種類があって、便利なものはないそうです。しかも、壊れていることがほとんどありません。 ちゃんんとお手入れれもされているんですね。これは日本の人が何でもきちんとすることが好きでお客さんに良いサービスをしようと思っているからだと言われていますいつでもどこでも欲しいものが買える。 そんな環境を作ろうと頑張っているんです。外国の人はその心遣いにも感心するそうですよ。また、治安が良いことも自動販売機がたくさんある理由の一つです。人があまりいないところにある自動販売機でも。 壊してお金を取ろうとする人はいません私は壊された自動販売機を今まで一度も見たことがないんですそれだけ治安が良くて安心して自動販売機を設置しておけるので 自動販売機の会社もたくさん機会を置いておくことができます日本は世界の中で自動販売機がたくさんある国ですそれにはこうした理由があるんですね日本に旅行に来た外国の人がびっくりすること5つ目は 日本食が美味しくて、体によいことに感動するそうです。日本食は今や世界中で人気がありますが。日本で食べる味は特別だと言います。新鮮な魚や野菜、それにお米。 材料の味を大切にした料理の数々にとてもおいしいと言ってくれるんですしかもカロリーが低くて体に優しいところもうれしいポイントですね和食はご飯とおかずのバランスを大切にしますその組み合わせが 栄養バランスに優れているんですまた味噌や醤油、納豆、漬物など発酵食品が多いのも特徴です発酵食品は体に良いことで知られていますね日本人が長生きなのは この食生活が関係していると言われています和食はユネスコの無形文化遺産にも登録されているんです世界が認めた健康的でおいしい食文化なんですね外国の人はこの和食の素晴らしさに感動するそうです 見た目の美しさだけでなく味の深さと体に優しいところが魅力なんでしょうね6つ目は日本の最新技術とサービスの質の高さにびっくりするそうですトイレの温水洗浄便座や自動でお辞儀をするロボットなど。 いいろろな機械やロボットが使われています特にトイレの機能の多さには外国の人はびっくりするそうですお湯が出たり音楽が流れたり自動でふたが開いたりしまったりまるで未来のトイレみたいだといいます。 それが日本ではごく普通に使われているんですから驚きですよねまたお店に行くとタッチパネルで注文ができたりロボットが接客してくれたりと自動化が進んでいますレストランでは お寿司や焼肉などをタッチパネルで注文できるお店もありますテーブルにモニターがついていてそこから選ぶんですね外国でもファーストフードだとタッチパネルの注文は当たり前ですが寿司や焼肉は外国だと高級な食事なので タッチパネルはあまり置かれていないので旅行に来た人はこの便利さに感動するそうですロボットがお客さんを迎えてくれるカフェもあるんですよ注文を取ったり料理を運んだりしてくれるんです これらは日本の人が効率を良くすることとお客さんに良いサービスをすることを大切にしてきた結果なのかもしれませんいつも新しいものを取り入れてもっと良くしようと考える姿勢が。 高い技術とサービスを生み出しているんですね。七つ目は、神社やお寺の美しさと、おごそかな雰囲気に感動するそうです。木々に囲まれた境内、苔の美しい庭園、そして歴史を感じさせる建物、 日本の神社やお寺は、その静かで神聖な空間に心を奪われます。鳥居をくぐり、参道を歩いていくと、日常の騒がしさから離れた神聖な世界に迷い込んだような気分になります。 日本の人の自然を大切にする考え方や美しいものを愛する心が現れているんですね自然とうまく調和したデザイン細かい装飾そして美しい庭園どれもが昔の日本人のセンスから生まれたものなんです。 旅行に来た人は、この美しさに感動し、静かな空間に心が現れるようです。また、神社やお寺は、日本の人の宗教心を感じられる場所でもあります。お参りに来た人は、手を合わせて、心を込めてお祈りします。 その姿はとても神々しく美しいものです。また神社やお寺はパワースポットとして人気の場所も多いですね。そこでは日常の忙しさから離れて心を落ち着かせることができます。 この体験は外国の人にとってもとても印象に残るものになるようですよ。八つ目は日本の旅館のおもてなしに感激するそうです畳の上に座り温泉に入り季節の料理をいただく。 「日本の旅館は」はまるで別の世界に来たような特別な体験ができる場所です部屋はアフーで窓からは美しい庭園が見えますまるで絵に描いたような美しい風景の中にいるような気分になりますね。 そこでゆっくりと時間を過ごすのです大きなお風呂にゆっくりと体を沈めれば一日の疲れがすぐに消えていきます温泉の効果は体だけでなく心も癒してくれますからねそして 夕食の料理は旅館の大きな楽しみの一つですその土地の旬の食材を使った美しい盛り付けの料理の数々目でも舌でも季節を感じることができるんです部屋でゆっくりと食べるのも良いですが。 大広間で他のお客さんと一緒に食べるのもまた楽しいものですそこではお酒を飲みながら旅の思い出話に花を咲かせることができますからねスタッフの心遣いと細やかなサービスにも感動させられます 大切なお客様として扱われているような気分になるんです布団を敷いてくれたり朝ごはんを部屋まで運んでくれたりととても丁寧なおもてなしをしてくれますそれが日本の旅館の魅力なんですね。 外国の人はこのようなサービスは自分の国では味わえないものだそうですだからこそ感動も大きいのでしょう日本のおもてなしの心は旅館という空間でとてもよく表れているんですね 9つ目は日本のファッションとサブカルチャーのユニークさにびっくりするそうです原宿や渋谷を歩けば個性的な服を着た若者たちを見かけますカラフルでポックなものから黒っぽくてゴシックなものまで いろいろなファッションがあって街を彩っていますこれは日本の若者文化の象徴ともいえるでしょう自由な発想から生まれたスタイルそれが外国の人にはとてもユニークで魅力的に見えるんですね。 またアニメや漫画ゲームなどのサブカルチャーも日本の大きな魅力の一つです世界中に熱心なファンがいることからもその人気の高さがわかりますキャラクターのデザインのユニークさストーリーの面白さそして細かい表現力 どれもが日本のクリエイターのセンスから生まれたものですそれが世界の人々の心をつかんで話さないんですね最近ではアニメの聖地巡礼も人気だそうです作品の舞台となった場所を訪れてそこで 作品の世界観を味わうんですまるで二次元の世界に入り込んだかのような感覚を味わえるんですね外国の人はこの日本独特のサブカルチャーに魅了されるそうです現実とカンタジーが混ざり合う 不思議な体験ができるんでしょう日本のポップカルチャーは今や世界に誇れる文化になりましたそのユニークさと発信力に外国の人はびっくりするんですね最後に日本の自然災害への備えと 復興力に感銘を受けるそうです。日本は地震や台風など自然災害が多い国です東日本大震災や熊本地震など大きな被害が出た災害もまだ記憶に新しいですよねでも だからこそ日本の人は備えを怠りません防災訓練や非常用持ち出し袋の準備などいざという時に備えているんです学校でも避難訓練が行われます子どもの頃から 災害に備えるる意識を高めているんですね災害が起きた時の冷静な行動と助け合いの精神にも大国の人は感心するそうですパニックにならずに秩序を守って行動する姿は日本の人の強さの表れだといいます。 大きな地震や津波が来ても、王道や強奪は起きません。みんなで助け合い、困難を乗り越えないといけないとみんなが考えるからです。ただ、泥棒や詐欺など災害のときに悪いことをする人もいるので、 悪いいいことをする人が一人がもいないわけではありません。また災害が起きた後の復興も早いんですみんなで助け合い力を合わせて乗り越えていくその姿勢に外国の人は胸を打たれると聞きます。 地域の人たちの絆の強さそして前を向いて進もうとする前向きさそれが日本の人の素晴らしいところだと外国の人は言うんですね災害は悲しくてつらい出来事ですでも その経験が、日本の人をさらに強くしているのかもしれませんさあ日本に旅行に来た外国の人がびっくりすることを10のトピックに分けてお話ししてきました街のきれいさ日本の人の礼儀正しさと親切さ 電車やバスの正確さユニークな自動販売機おいしくて体にいい日本食最新技術とサービスの質の高さ神社やお寺の美しさと厳かな雰囲気旅館のおもてなしファッションとサブカルチャーのユニークさ そして自然災害への備えと復興力どれも日本ならではの魅力だと言えますねでもこれはほんの一部にすぎません日本にはまだまだびっくりすることや発見がたくさん眠っているんです 古くから受け継がれてきた伝統といつも変化し続ける現代文化その両方を持つ日本の姿を是非体験してみてください日本を訪れた人がこの国の魅力を感じて良い思い出を作ってくれたら嬉しいですね そして私たち日本の人も改めて自分の国の良さを再発見するいい機会になります当たり前だと思っていたことが実は特別だったと気づかされるのです外国の人がびっくりする声は日本で暮らす人にとっても 新鮮な発見になるはずです皆さんもぜひ日本に来てびっくりと感動を味わってください素敵な思い出をたくさん作っていってくださいそして日本の良さを世界中に伝えていただけたら嬉しいです 日本での滞在が、皆さんにとって。かけがえのない時間になりますように。それでは、日本でお会いしましょう。ありがとうございました。みなさん、こんにちは。今日は、日本に旅行に来た外国の人がびっくりすることについて。 お話ししたいいと思います。日本は世界中から多くの人が旅行に来る人気の国ですでも初めて日本に来た人は日本の文化や習慣に驚くことがたくさんあるみたいですまず日本に来て一番最初にびっくりするのは街がとてもきれいなことです道やビルがピカピカに光っていて ゴミが一つも落ちていません。公園や駅のトイレでさえきれいに掃除されているところが多いです実は日本の人は小さい時からきれい好きという言葉をよく聞いて育ちます学校でもみんなで教室をきれいにする時間があるんですだから大人になってもわちをきれいにしようと思っているんですね。 日本の人は、きれいな街を守ることをとても大切にしているんです。だから、道にゴミを捨てる人はほとんどいません。外国から来た人は、日本の町のきれいさにとてもびっくりするんです。まるで、絵本の中の世界に来たみたいだという人もいるそうですよ。次に驚くのは、日本の人がとても親切で礼儀正しいことです。 初めて日本に来た外国の人は、道に迷ってしまうことがよくあるそうです。そんなとき、通りかかった日本の人が、親切に道を教えてくれるんだそうです。お店に入ると、店の人が笑顔で挨拶してくれます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。という言葉が印象的だと言います。これは、日本の おもてなしの心という考え方から来ているんです相手のことを思いやり相手に喜んでもらうことをとても大切にする文化があるんですね困っている人がいたら自然に助けようとするのは日本の人の良いところですね知らない外国の人でも優しく接してくれるんですその親切さに 心を打たれる人が多いそうですよ。三つ目は、日本の電車やバスの時間がきったり正確だということに驚くそうです。日本の電車は時刻表通りにちゃんと来ます。道が混んでいるとバスが遅れることはありますが、電車はほとんど遅れません。この正確さは、世界でもトップクラスだと言われています。電車が遅れると、 アナウンスでたくさん謝りますまるで「遅れることが悪いこと」みたいな雰囲気があります「私はそんなに謝らないでもいいのではないか」と時々思ってしまいますでもこれは日本の人が時間をとても大切にしているからだと言われています約束の時間には絶対に遅れないように気をつけますし。 この時間を守ることを大切にする考え方が電車やバスの正確さにもつながっているんですね。世界には時間にルースな国もたくさんあると聞きます。30分や1時間の遅れは当たり前でみんな気にしないこともあるそうです。この時間の考え方の違いに外国の人はびっくりするそうです。そして 日本の電車やバスの素晴らしさを実感するそうですよ。4つ目は、日本の自動販売機がユニークだということにも驚くそうです。日本には自動販売機がたくさんあります。飲み物だけでなく、お菓子やカップラーメン、傘まで買えるんです。しかも、温かいものと冷たいものが選べる自動販売機もあるんですよ。 寒い日には、温かい飲み物が買えるのは嬉しいですよね。コーヒー、紅茶、スープ、コカ・コーラ、日本茶、オレンジジュースなど、いろいろな飲み物が自動販売機で売られています。子供から大人まで、みんな自動販売機で飲み物を買います。そして、ほとんどの自動販売機が24時間使えるので、 いつででもも好きなものが買えるんですこの便利さには外国の人もびっくりするみたいですね自動販売機は世界中にもありますでも日本ほどたくさんの種類があって便利なものはないそうですしかも壊れていることがほとんどありませんちゃんとお手入れもされているんですねこれは日本の人が 何ででもききちんととすることが好きでお客さんに良いサービスをしようと思っているからだと言われていますいつでもどこでも欲しいものが買えるそんな環境を作ろうと頑張っているんです外国のの人はそそ心心遣いにも感すするそうですよまた治安が良いことも自動販売機がたくさんある理由の一つです 人があまりいないところにある自動販売機でも壊してお金を取ろうとする人はいません私は壊された自動販売機を今まで一度も見たことがないんですそれだけ治安がよくて安心して自動販売機を設置しておけるので自動販売機の会社もたくさん機械を置いておくことができます日本は世界の中で 自動販売機ががたたくさんんああるる国でですすそれにはこうした理由があるんですね日本に旅行に来た外国の人がびっくりすること5つ目は日本食が美味しくて体に良いことに感動するそうです日本食は今や世界中で人気がありますが日本で食べる味は特別だといいます新鮮な魚や野菜 それにお米材料の味を大切にした料理の数々にとてもおいしいと言ってくれるんですしかもカロリーが低くて体に優しいところも嬉しいポイントですね和食はご飯とおかずのバランスを大切にしますその組み合わせが栄養バランスに優れているんですまた味噌や醤油、納豆漬物など 発酵食品が多いのも特徴です。発酵食品は体に良いことで知られていますね。日本人が長生きなのはこの食生活が関係していると言われています。和食はユネスコの無形文化遺産にも登録されているんです。世界が認めた健康的でおいしい食文化なんですね。外国の人は この和食の素晴らしさに感動するそうです見た目の美しさだけでなく足の深さと体に優しいところが魅力なんでしょうね6つ目は日本の最新技術とサービスの質の高さにびっくりするそうですトイレの温水洗浄便座や自動でお辞儀をするロボットなどいろいろな機械やロボットが使われています特に トイレの機能の多さには外国の人はびっくりするそうですお湯が出たり音楽が流れたり自動で蓋が開いたり閉まったりまるで未来のトイレみたいだといいますそれが日本ではごく普通に使われているんですから驚きですよねまたお店に行くとタッチパネルで注文ができたり ロボットが接客してくれたりと自動化が進んでいますレストランではお寿司や焼肉などをタッチパネルで注文できるお店もありますテーブルにモニターがついていてそこから選ぶんですね外国でもファーストフードだとタッチパネルの注文は当たり前ですが寿司や焼肉は外国だと高級な食事なので タッチパネルはあまり置かれていないので、旅行に来た人はこの便利さに感動するそうです。ロボットがお客さんを迎えてくれるカフェもあるんですよ。注文を取ったり、料理を運んだりしてくれるんです。これらは日本の人が効率を良くすることと、お客さんに良いサービスをすることを大切にしてきた結果なのかもしれません。 いつも新しいものを取り入れてもっと良くしようと考える姿勢が高い技術とサービスを生み出しているんですね七つ目は神社やお寺の美しさとおごそかな雰囲気に感動するそうです木々に囲まれた境内苔の美しい庭園そして歴史を感じさせる建物日本の神社やお寺は その静かで神聖な空間に心を奪われます。鳥居をくぐり、参道を歩いていくと、日常の騒がしさから離れた神聖な世界に迷い込んだような気分になります。日本の人の自然を大切にする考え方や、美しいものを愛する心が現れているんですね。自然とうまく調和したデザイン、細かい装飾、 そして美しい庭園、どれもが昔の日本人のセンスから生まれたものなんです。漁港に来た人は、この美しさに感動し、静かな空間に心が洗われるようです。また、神社やお寺は日本の人の宗教心を感じられる場所でもあります。お参りに来た人は、手を合わせて心を込めてお祈りします。 その姿はとても高豪しく美しいものです。また神社やお寺はパワースポットとして人気の場所も多いですね。そこでは日常の忙しさから離れて心を落ち着かせることができます。この体験は外国の人にとってもとても印象に残るものになるようですよ。8つ目は、 日本の旅館のおもてなしに感激するそうです畳の上に座り温泉に入り季節の料理をいただく日本の旅館はまるで別の世界に来たような特別な体験ができる場所です部屋は和風で窓からは美しい庭園が見えますまるで。 絵に描いたような美しい風景の中にいるような気分になりますね。そこで、ゆっくりと時間を過ごすのです。大きなお風呂にゆっくりと体を沈めれば、一日の疲れがすぐに消えていきます。温泉の効果は体だけでなく、心も癒してくれますからね。そして、夕食の料理は旅館の大きな楽しみの一つです。 その土地の旬の食材を使った美しい盛り付けの料理の数々。目でも舌でも季節を感じることができるんです部屋でゆっくりと食べるのも良いですが大広間で他のお客さんと一緒に食べるのもまた楽しいものですそこではお酒を飲みながら旅の思い出話に花を咲かせることができますからね スタッフの心遣いと細やかなサービスにも感動させられます大切なお客様として扱われているような気分になるんです布団を敷いてくれたり朝ごはんを部屋まで運んでくれたりととても丁寧なおもてなしをしてくれますそれが日本の旅館の魅力なんですね外国の人はこのようなサービスは 自分の国では味わえないものだそうですだからこそ感動も大きいのでしょう日本のおもてなしの心は旅館という空間でとてもよく現れているんですね9つ目は日本のファッションとサブカルチャーのユニークさにびっくりするそうです原宿や渋谷を歩けば個性的な服を着た若者たちを見かけます カラフルでポップなものから黒っぽくてゴシックなものまでいろいろなファッションがあって街を彩っていますこれは日本の若者文化の象徴とも言えるでしょう自由な発想から生まれたスタイルそれが外国の人にはとてもユニークで魅力的に見えるんですねまたアニメや漫画 ゲームなどのサブカルチャーも、日本の大きな魅力の一つです。世界中に熱心なファンがいることからも、その人気の高さがわかります。キャラクターのデザインのユニークさ、ストーリーの面白さ、そして細かい表現力。どれもが日本のクリエイターのセンスから生まれたものです。それが世界の人々の心をつかんで離さないんですね。 最近ではアニメの聖地巡礼も人気だそうです作品の舞台となった場所を訪れてそこで作品の世界観を味わうんですまるで二次元の世界に入り込んだかのような感覚を味わえるんですね外国の人はこの日本独特のサブカルチャーに魅了されるそうです現実とファンタジーが混ざり合う 不思議な体験がでできるんでしょう日本のポップカルチャーは今や世界に誇れる文化になりましたそのユニークさと発信力に外国の人はびっくりするんですね最後に日本の自然災害への備えと復興力に感銘を受けるそうです日本は地震や台風など自然災害が多い国です 東日本大震災や熊本地震など大きな被害が出た災害もまだ記憶に新しいですよね。でもだからこそ日本の人は備えを怠りません。防災訓練や非常用持ち出し袋の準備などいざという時に備えているんです。学校でも避難訓練が行われます。子供の頃から 災害に備えるる意識を高めているんですね災害が起きた時の冷静な行動と助け合いの精神にも外国の人は感心するそうですパニックにならずに秩序を守って行動する姿は日本の人の強さの表れだといいます大きな地震や津波が来ても暴動や強奪は起きませんみんなで助け合い 困難を乗り越えないといけないとみんなが考えるからです。ただ、泥棒や詐欺など災害の時に悪いことをする人もいるので、悪いことをする人が一人もいないわけではありません。また、災害が起きた後の復興も早いんです。みんなで助け合い、力を合わせて乗り越えていく。その姿勢に、外国の人は胸を打たれると聞きます。 地域の人たちの絆の強さそして前を向いて進もうとする前向きさそれが日本の人の素晴らしいところだと外国の人は言うんですね災害は悲しくてつらい出来事ですでもその経験が日本の人をさらに強くしているのかもしれませんさあ日本に旅行に来た外国の人がびっくりすること 街のきれいさ日本の人の礼儀正しさと親切さ電車やバスの正確さユニークな自動販売機おいしくて体にいい日本食最新技術とサービスの質の高さ神社やお寺の美しさと厳かな雰囲気旅館のおの出なしファッションとサブカルチャーのユニークさ そして自然災害への備えと復興力どれも日本ならではの魅力だと言えますねでもこれはほんの一部にすぎません日本にはまだまだびっくりすることや発見がたくさん眠っているんです古くから受け継がれてきた伝統といつも変化し続ける現代文化その両方を持つ日本の姿を ぜひ体験してみてみください日本を訪れた人がこの国の魅力を感じて良い思い出を作ってくれたら嬉しいですねそして私たち日本の人も改めて自分の国の良さを再発見するいい機会になります当たり前だと思っていたことが実は特別だったと気付かされるのです外国の人がびっくりする声は「 日本で暮らす人にとっても、新鮮な発見になるはずです。皆さんも、ぜひ日本に来て、びっくりと感動を味わってください。素敵な思い出をたくさん作っていってください。そして、日本の良さを世界中に伝えていただけたら嬉しいです。日本での滞在が、皆さんにとってかけがえのない時間になりますように。 それでは日本でお会いしましょうありがとうございました皆さんこんにちは今日は日本に旅行に来た外国の人がびっくりすることについてお話ししたいと思います日本は世界中から多くの人が旅行に来る人気の国ですでも初めて日本に来た人は 日本の文化や習慣に驚くことがたくさんあるみたいですまず日本に来て一番最初にびっくりするのは街がとてもきれいなことです道やビルがピカピカに光っていてゴミが一つも落ちていません公園や駅のトイレでさえきれいに掃除されているところが多いです実は日本の人は小さい時から きれいづきという言葉をよく聞いて育ちます。学校でもみんなで教室をきれいにする時間があるんです。だから大人になっても街をきれいにしようと思っているんですね。日本の人はきれいな街を守ることをとても大切にしているんです。だから道にゴミを捨てる人はほとんどいません。 外国から来た人は日本の街のきれいさにとてもびっくりするんですまるで絵本の中の世界に来たみたいだという人もいるそうですよ次に驚くのは日本の人がとても親切で礼儀正しいことです初めて日本に来た外国の人は道に迷ってしまうことがよくあるそうですそんな時通りかかった日本の人が 親切に道を教えてくれるんだそうですお店に入ると店の人が笑顔で挨拶してくれますいらっしゃいませありがとうございましたという言葉が印象的だと言いますこれは日本のおもてなしの心という考え方から来ているんです相手のことを思いやり相手に喜んでもらうことを とても大切にする文化があるんですね困っている人がいたら自然に助けようとするのは日本の人の良いところですね知らない外国の人でも優しく接してくれるんですその親切さに心を打たれる人が多いそうですよ3つ目は日本の電車やバスの時間がぴったり正確だということに驚くそうです 日本の電車は時刻表通りにちゃんと来ます。道が混んでいるとバスが遅れることはありますが、電車はほとんど遅れません。この正確さは世界でもトップクラスだと言われています。電車が遅れるとアナウンスでたくさん謝ります。まるで遅れることが悪いことみたいな雰囲気があります。 私はそんななに謝らないでもいいいいのでではないか、と時々思ってしまいます。でも、これは日本の人が時間をとても大切にしているからだと言われています約束の時間には絶対に遅れないように気をつけますしこの時間を守ることを大切にする考え方が電車やバスの正確さにもつながっているんですね。世界には 時間にルーズな国もたくさんあると聞きます。30分や1時間の遅れは当たり前で、みんな気にしないこともあいそうです。この時間の考え方の違いに、外国の人はびっくりするそうです。そして、日本の電車やバスの素晴らしさを実感するそうですよ。4つ目は、日本の自動販売機がユニークだということにも驚くそうです。 日本には自動販売機がたくさんあります。飲み物だけでなく、お菓子やカップラーメン、傘まで買えるんです。しかも、温かいものと冷たいものが選べる自動販売機もあるんですよ。寒い日には温かい飲み物が買えるのは嬉しいですよね。コーヒー、紅茶、スープ、コカ・コーラ、日本茶、 オレンジジュースなど、いろいろな飲み物が自動販売機で売られています。子供から大人まで、みんな自動販売機で飲み物を買います。そして、ほとんどの自動販売機が24時間使えるので、いつでも好きなものが買えるんです。この便利さには、外国の人もびっくりするみたいですね。自動販売機は世界中にもあります。 ででも、も日本ほどたくさんのの種類があって、便利なものはなはいそうです。しかも壊れていることがほとんどありませんちゃんとお手入れもされているんですねこれは日本の人が何でもきちんとすることが好きでお客さんに良いサービスをしようと思っているからだと言われていますいつでもどこでも欲しいものが買える。 そんな環境を作ろうと頑張っているんです。外国の人は、その心遣いにも感心するそうですよ。また、治安が良いことも、自動販売機がたくさんある理由の一つです。人があまりいないところにある自動販売機でも、壊してお金を取ろうとする人はいません。私は、壊された自動販売機を今まで一度も見たことがないんです。 それだけ治安が良くて安心して自動販売機を設置しておけるので自動販売機の会社もたくさん機械を置いておくことができます日本は世界の中で自動販売機がたくさんある国ですそれにはこうした理由があるんですね日本に旅行に来た外国の人がびっくりすること5つ目は 日本食が美味しくて体ににいことに感動すす。るそうです日本食は今や世界中で人気がありますが日本で食べる味は特別だと言います新鮮な魚や野菜素父にお米材料の味を大切にした料理の数々にとても美味しいと言ってくれるんですしかも カロリーが低くて体に優しいところも嬉しいポイントですね。和食はご飯とおかずのバランスを大切にします。その組み合わせが栄養バランスに優れているんです。また、味噌や醤油、納豆、漬物など発酵食品が多いのも特徴です。発酵食品は体に良いことで知られていますね。 日本人が長生きなのはこの食生活が関係していると言われています和食はユネスコの無形文化遺産にも登録されているんです世界が認めた健康的でおいしい食文化なんですね外国の人はこの和食の素晴らしさに感動するそうです見た目の美しさだけでなく足の深さと体に優しいところが 魅力なんでしょうね6つ目は日本の最新技術とサービスの質の高さにびっくりするそうですトイレの温水洗浄便座や自動でおじぎをするロボットなどいろいろな機械やロボットが使われています特にトイレの機能の多さには外国の人はびっくりするそうですお湯が出たり音楽が流れたり 自動で蓋が開いたり閉まったり、まるで未来のトイレみたいだと言います。それが日本ではごく普通に使われているんですから、驚きですよね。また、お店に行くと、タッチパネルで注文ができたり、ロボットが接客してくれたりと、自動化が進んでいます。レストランでは、お寿司や焼肉などを タタッチパネルルででで注文できるお店もありますすテーーブルにモニターがいいていてそこから選ぶんですね外国でもファーストフードだとタッチパネルの注文は当たり前ですが寿司や焼肉は外国だと高級な食事なのでタッチパネルはあまり置かれていないので旅行に来た人はこの便利さに感動するそうです。 ロボットがお客さんを迎えてくれるカフェもあるんですよ。注文を取ったり、料理を運んだりしてくれるんです。これらは日本の人が効率を良くすることと、お客さんに良いサービスをすることを大切にしてきた結果なのかもしれません。いつも新しいものを取り入れて、もっと良くしようと考える姿勢が。 高い技術とサービスを生み出しているんですね。七つ目は神社やお寺の美しさと厳かな雰囲気に感動するそうです。木々に囲まれた境内、苔の美しい庭園、そして歴史を感じさせる建物。日本の神社やお寺は、その静かで神聖な空間に心を奪われます。鳥居をくぐり 参道を歩いていくと日常の騒がしさから離れた神聖な世界に迷い込んだような気分になります日本の人の自然を大切にする考え方や美しいものを愛する心が現れているんですね自然とうまく調和したデザイン細かい装飾そして美しい庭園どれもが昔の日本人のセンスから生まれたものなんです 旅行に来た人はこの美しさに感動し静かな空間に心が洗われるようです。また神社やお寺は日本の人の宗教心を感じられる場所でもあります。お参りに来た人は手を合わせて心を込めてお祈りします。その姿はとても神々しく美しいものです。また、神社やお寺は、 パワースポットとして人気の場所も多いですね。そこでは日常の忙しさから離れて心を落ち着かせることができます。この体験は外国の人にとってもとても印象に残るものになるようですよ。八つ目は日本の旅館のおもてなしに感激するそうです。畳の上に座り、温泉に入り、 季節の料理をいただく日本の旅館はまるで別の世界に来たような特別な体験ができる場所です部屋は和風で窓からは美しい庭園が見えますまるで絵に描いたような美しい風景の中にいるような気分になりますねそこでゆっくりと時間を過ごすのです大きなお風呂に ゆっくりと体を沈めれば、一日の疲れがすぐに消えていきます。温泉の効果は体だけでなく、心も癒してくれますからね。そして、夕食の料理は旅館の大きな楽しみの一つです。その土地の旬の食材を使った美しい盛り付けの料理の数々。目でも舌でも季節を感じることができるんです。 部屋でゆっくりと食べるのも良いですが大広間で他のお客さんと一緒に食べるのもまた楽しいものですそこではお酒を飲みながら旅の思い出話に花を咲かせることができますからねスタッフの心遣いと細やかなサービスにも感動させられます大切なお客様として扱われているような気分になるんです 布団を敷いてくれたり、朝ごはんを部屋まで運んでくれたりと、とても丁寧なおもてなしをしてくれます。それが日本の旅館の魅力なんですね。外国の人はこのようなサービスは自分の国では味わえないものだそうです。だからこそ感動も大きいのでしょう。日本のおもてなしの心は 旅館という空間でとてもよく現れているんですね。9つ目は日本のファッションとサブカルチャーのユニークさにびっくりするそうです。原宿や渋谷を歩けば個性的な服を着た若者たちを見かけます。カラフルでポップなものから黒っぽくてゴシックなものまで。色い々ろいろなファッションがあって街を彩っています。これは 日本の若者文化の象徴とも言えるでしょう自由な発想から生まれたスタイルそれが外国の人にはとてもユニークで魅力的に見えるんですねまたアニメや漫画ゲームなどのサブカルチャーも日本の大きな魅力の一つです世界中に熱心なファンがいることからもその人気の高さが分かります キャラクターのデザインのユニークさストーリーの面白さそして細かい表現力どれもが日本のクリエイターのセンスから生まれたものですそれが世界の人々の心をつかんで話さないんですね最近ではアニメの聖地巡礼も人気だそうです作品の舞台となった場所を訪れてそこで作品の世界観を味わうんです まるで二次元の世界に入り込んだかのような感覚を味わえるんですね。外国の人は、この日本独特のサブカルチャーに魅了されるそうです。現実とファンタジーが混ざり合う不思議な体験ができるんでしょう。日本のポップカルチャーは、今や世界に誇れる文化になりました。そのユニークさと発信力に、 外国の人はびっくりするんですね最後に日本の自然災害への備えと復興力に感銘を受けるそうです日本は地震や台風など自然災害が多い国です東日本大震災や熊本地震など大きな被害が出た災害もまだ記憶に新しいですよねでもだからこそ 日本の人は備えを怠りません防災訓練や非常用持ち出し袋の準備などいざという時に備えているんです学校でも避難訓練が行われます子供の頃から災害に備える意識を高めているんですね災害が起きた時の冷静な行動と助け合いの精神にも外国の人は感心するそうです パニックにならずに秩序を守って行動する姿は日本の人の強さの表れだといいます大きな地震や津波が来ても王道や強奪は起きませんみんなで助け合い困難を乗り越えないといけないとみんなが考えるからですただ泥棒や詐欺など災害の時に悪いことをする人もいるので 悪いことをする人が一人もいないわけではありませんまた災害が起きた後の復興も早いんですみんなで助け合い力を合わせて乗り越えていくその姿勢に外国の人は胸を打たれると聞きます地域の人たちの絆の強さそして前を向いて進もうとする前向きさそれが 日本の人の素晴らしいところだと外国の人は言うんですね災害は悲しくて辛い出来事ですでもその経験が日本の人をさらに強くしているのかもしれませんさあ日本に旅行に来た外国の人がびっくりすること10のトピックに分けてお話ししてきました街の綺麗さ 日本の人の礼儀正しさと親切さ、電車やバスの正確さ、ユニークな自動販売機、おいしくて体にいい日本食、最新技術とサービスの質の高さ、神社やお寺の美しさと厳かな雰囲気、旅館のおもてなし、ファッションとサブカルチャーのユニークさ、そして自然災害への備えと復興力、どれも 日本ならででははのの魅力だと言えますねでもこれはほんの一部に過ぎません日本にはまだまだびっくりすることや発見がたくさん眠っているんです古くから受け継がれてきた伝統といつも変化し続ける現代文化その両方を持つ日本の姿を是非体験してみてください日本を訪れた人が この国の魅力を感じて、良い思い出を作ってくれたら嬉しいですね。そして、私たち日本の人も、改めて自分の国の良さを再発展するいい機会になります。当たり前だと思っていたことが、実は特別だったと気づかされるのです。外国の人がびっくりする声は、日本で暮らす人にとっても新鮮な発見になるはずです。 皆さんも是非日本に来てびっくりと感動を味わってください素敵な思い出をたくさん作っていってくださいそして日本の良さを世界中に伝えていただけたら嬉しいです日本での滞在が皆さんにとってかけがえのない時間になりますようにそれでは日本でお会いしましょうありがとうございました